アイスサットマイナスには、アメリカ航空宇宙局が開発、運用する地球観測衛星。レーザー高度計を搭載し、地球温暖化と海面上昇の進行を予測する上で、重要な指標となる極地の氷床と海票を観測する。同時に雲とエアロゾルの延直構造、海面の水準変動、土地の標高及び植生に関するデータをも収集する。 2003年から2009年にかけて観測を行ったアイスサットの後継機として2018年9月15日に打ち上げられた。アイスサット -2 は全米研究評議会が2007年に NASA に勧告した今後10年の打ち上げるべき地球観測衛星のうちフェーズ1として選定された4機のうち1機である。アイスサット -2 の目的は 気候変動の研究上重要なデータを残したアイスサットのミッションを引き継ぐことであり、極限の氷の変化を継続的に観測し、その質量収支を明らかにするとともに、海面レベルの上昇に対する関連性を見積もる。さらに、地球全球における植生の受光データを収集して、バイオマスの総量を把握することにより、気候変動に関わる植物の炭素循環の 研究にも寄与する。衛星は、回帰日数91日の金国軌道を周回して、観測を行うことで、3ヶ月ごとに、地球全球の標高データを更新する。アイスサットマイナスには、シングルビームのライダーを搭載したアイスサットの、設計を全面的に改め、観測機器として、マルチビームライダーのアトラスを搭載し、衛星プラットフォームにはより大型のリアスターマイナス3バスを使用する。 レーザーの多重化と喪失パルスの高速化によって、高密度のサンプリングを行い、急勾配かつ荒れた地形における高度データの精度を向上させることが可能となる。ミッション期間は3年以上が予定され、スラスタの燃料は7年分を搭載する。衛星の運用管理は、ゴダード宇宙飛行センターが担当。衛星の製造にはオービタルサイエンシズが、 主契約者として2011年に選定された。当初は2015年打ち上げの構想であったが、観測機器の開発難航により、2014年4月の時点で NASA は打ち上げが2016年から2018年へ遅れる見解を示した。コストも当初見積もりを大幅に超え、2018年のアメリカ会計検査院報告で10億6300万ドルに達している。 2018年6月にバンデンバーグ空軍基地に到着した衛星は搭載レーザー装置の最終地上テストにパスし同年9月15日に同基地の第2発射施設よりユナイテッドローンチアライアンス社のデルタ2ロケットによって打ち上げに成功またピギーバック衛星としてカリフォルニア大学ロサンゼルス校が製作したエルフなど4機のキューブサットも同時に周回軌道へ 運ばれた。なおデルタ2はすでに生産を終了しており、この打ち上げがデルタ2ロケットの155回目にして最後の飛行となった。アイスサットには10月3日に南極大陸において最初の高度測定に成功。その後、各種調整を経て観測運用に入った。取得されたデータは、 アメリカ説表データセンターのサイトを通じて2019年5月28日より一般に公開されダウンロード可能となっているレーザー照射の模式図。ありがとうございます。